アローラー、こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回はポケットモンスターサンムーンやっていきます。この後バトルロイヤルに向かおうと思ったんですが、何やら面白いスリーパーがいたので、話しかけてから行きたいと思います。ねえねえ、何してんの？スリー、胸のところに何か書いてある。おいらかわいそうなスリーパー、具体的なラブをください。怪しいスリーパーはじっとこっちを見ている。これがね、無視一回したんですけど、チって言うんですよ。一回無視してみようか、チって。ひどい。でもう一回話しかけても同じ感じになって、具体的なラブをくださいで1円と100円と1000円あって、所持金多いので、1円からね、徐々に渡していくと反応が違うのかどうか楽しそうなのでやってみようと思います。でまずは1円だよね。はい、1円。毛なの？おいらかわいそうなスリーパー、1円だと毛って言われたよ。じゃあ今度100円あげてみる。100円、どう？お、閉まってる閉まってる。スリー、ちょっとすり寄ってる、ちょっと喜んだのかな。もう一回もう一回。じっとこっちを見つめている。1000円あげてみよう。これ今の100円のスリーよりも何かすごいことを言ってくれる気がする。きっとね。やってみよう。1000円、どう？あ、びっくりマーク。わお、え、喋るの？そんなにでやんすか？え、ひどい。スリーパーかと思ったら着ぐるみの人間だった。さすが大大臣、ポケモンに化けてれば金を恵むやつがいると踏んでたんですが、さっぱりで。それは犯罪ではなくていいのですか？悪いことじゃないの？お大臣が初めてよ、人の鏡、おいら感動しちゃったんでこれをあげちゃうでやんす。あれ、逆に何かくれるんですか？びっくりした。私技マシン44眠るを手に入れました。すごい。眠るこそがスリーパーに似合う技。お金は返さないでやんすが、代わりに受け取ってくれでやんす。てなところでオイラは仕事に戻るでやんす。バレるんでもうオイラに話しかけちゃダメでやんす。これすごい近くに店員さんいるけど、バレてないやつなんですね。ほら、話しかけるとどうなるんだろう。シッスリーシッ、あっちに行くでやんす。面白い。あっちに行くでやんすって言われる。何この子。ていうか中身人だったじゃないですか。騙された。そうそう、お買い物もね、何があるのかなって思って話しかけてみたいんですよね。毎度いらっしゃいませ、スーパーメガヤセようこそ。トレーナーのようだが、まだまだこれからの様子。アローラで一番強くなったらまた俺に会いに来てみろよ。そうなんですか、わかりました、また来てみるね。この人は店員さんじゃないのかな。隣のお姉さんは、ん、安さん爆発メガ安です。さあどちらにいたしましょう。あ、一番前にいる人は買い物ができる人じゃなくて、また会いに来るんだね。楽しみ。ちょっと買っていこうと思います。ここでも買えるんですね。でも今結構持ってるので、タイマーボールとかまだ持ってないんですけどね。持ってないのでこっちはいいかな。でレジの後ろの方にもまたね、違うお兄さんがいて、こっちの人は売ってるのが違うのかな。買いに来ました。あ、傷薬あったあった。今数が少なくて、できれば傷薬が買いたかったのでちょうどいいです。10個買います。ありがとう。お得クーポンをお持ちですので、お買い上げいただいた金額から、あれ、1000円キャッシュバックします。お得クーポンはお帰りまで何度でもお使いいただけます。またご利用くださいね。半額で買えちゃいました。え、そうなんですか。ってことはもう10個買うと通常の金額、本当は10個。え、すごい、1000円キャッシュバックくる。あ、これちょっといろんなの買ってった方がいいんじゃないですか。これ5個買うでキャッシュバックくるんだよね。500円キャッシュバック。麻痺直しも買っていこう。ちょっと全部5個ずつ買っていきたいと思います。
あ、でも何かこれが、何でしたっけ、いっぱい買ってお金なくなってしまう系な感じもしますね。うん。でもモンスターボールここで買ったら一番安く買えるっていうことなのかな。もしかしたら氷直しとかも持ってないので今ちょっとここで買っていっちゃいましょう。わー、250円バックありがとう。眠気覚ましもちょっと5個買います。あ、4個にしちゃった。まあいいか。でも半額返ってくるのはすごい。ちょっとずつお小遣い減っていってるけど、でもすごいですよね。虫除けスプレーはまだいらないかな。大丈夫だよ、ありがとうございますお兄さん。ちょっとモンスターボールも買ってみます。こっちもなんですかね、プレミアボールももらえるのかな。どうしようかな。モンスターボールでいい気がする。10個買ってみて、多分これで1000円キャッシュバックとプレミアボールをもらったら一番ここがお得な感じだと思います。プレミアボールももらえるんだ、しかも1000円キャッシュバック、嬉しい。ここのお店から出たらそのオトクーポンはなくなってしまうのでしょうか。どうなのでしょうか、オトクーポン取られるのかな。あ、普通に出れた、なくなっちゃう。また来よう、ここすごい。あれ、なんかいる。ん、図鑑で捕まえたポケモンの QR コード見られるのよね。あ、そうなんですよね、そうそう、新しいなんかその機能がありますよね。いやいや、そんなこんなで、あまりにもすぐに形成終わったらいい子って思っていたんですが、遅くなっちゃった。ロイヤルドーム、やっぱりお買い物は、うん、始めたら止まらないですね。来ました、あれ、よくぞ来たぞ、来た。え、そのなんか腰回りのモンスターボール気になるよ。え、誰誰、マスクマン、我こそはバトルロイヤルの伝道師、その名もロイヤルマスク。これ誰、博士、誰、博士ってね、ロイヤルマスク、あ、怒られた。アローラに古くから伝わるポケモン勝負のスタイル、バトルロイヤルを教えるぜ。バトルロイヤルとは4人のポケモントレーナーがそれぞれ3匹ずつポケモンを繰り出すポケモン勝負。誰かが戦えなくなった時、倒したポケモンの数、そして残りのポケモンが多いトレーナーが勝利者となる。なるほど、3体連れて行って4人のうち1人倒れた時に残っているポケモンさんたちを見て勝利者が決まるってことなんですね。まずはお試しだ、1匹ずつポケモンを出してやってみよう。ハウ君もいる、あー、ロイヤルマスク俺も試合したい、お、一緒にする、よーし、じゃあそこの君、そして僕も交えて4人で勝負するぜ。ゲゲー。さあ、何でも発見体験大冒険ポケモンバトルロイヤルレディーファイト。奥行っちゃった、ん、なんかひょんなところからのこの4人組、ちょっとびっくりする組み合わせですが楽しそう。あ、出口が違う、ギャラドス、リザードン、すごい、満員となったスタジアムは熱気が漂っている。さあ、これから選手の入場となります。はい、緑コーナー、ダイスはフクスローを取り出した。今日は最初は1匹って言ってたもんね。うん、ハウ君はおしゃまり、かわいいな。プロレスラーイワンコを出す、そっか。構えが面白い。フラチョウさんは塗るね。それではバトルスタートです。はい、いやー、どうなるんだろう。ん、フクスローどうする。あ、ここ何かがある、111って書いてあるの、これポケモンの数なのかな。葉っぱ買った、みんなに当たるからね。どうだ、よーし、イワンコには効果抜群、おせまれにも効果抜群ね。痛い、相手のイワンコの岩落とし、わー、効果抜群だ、おさまるチャームボイス、これ負けちゃう系ですか。
大マンコは倒れた。うおー、あれ、でも HP が少ない、体力が少なかったから私負けてしまってる気がします。どうだい、バトルロイヤルは手軽に楽しめるし、何より強い相手に勝てるチャンスもあっていいだろう。集中攻撃受けてたよね、燃えるような試合だった。次は俺の試練で燃えてください。試練の人ですか？ん？炎のキャプテンカキです。7番道路から行けるベラ火山公園、その頂上で待ってます。島巡りをやり遂げるなら最高の仲間と登ってこい。はい、カキさん。うん、ダイス、ハグ、君たち試練はどうだい？ポケモンと力を合わせエンジョイするといいぜ。ロイヤルマスク、どうして俺たちが試練をこなしてるの知ってるのかな？そこで割れちゃうよ。あー、島巡りの証か。ハウくん、おとぼけしててよかったね。俺はポケモン勝負楽しんでるよ。君はなんでバトルロイヤルしてるの？うん、気になる。なんで？答えずに行っちゃうの？頭抱えた。俺とヌルだけで生きていく、それを忘れないためだ。やっぱりなんか寂しそう、しんどそう。みんな仲良くする方が絶対楽しいし、すごいことができるのにな。なんだかよくわからないけど、なんだかすごく面白かった。だからバトルロイヤルしてる。ポケモンも嬉しそうだし。自由だね、ハウくん。なるほど、次に向かうのはベラ火山公園、7番道路から行く。わかりました。どんな感じなんだろう。カキさん強そう。炎系になるのかな。うん、またポケモンゲットしながら向かいたいと思います。はい。ということで今回はバトルロイヤル、あとなんか不思議なスリーパーに会いました。最後まで見ていただいてありがとうございました。次回はカキさん目指して進んでいこうと思います。それではまた、 See you!